成績発表並びに表彰。優勝、中央大学諸岡敦子選手。選手は前に寄せ入れてください。関東学生剣道連盟より賞状、優勝杯並びにメダルが授与されます。賞状、優勝、諸岡、あなたは第54回関東女子学生剣道選手権大会において優秀な成績を収めました。その栄誉をたたえご了承します。令和4年5月14日関東学生剣道連盟。
関東賞、中原さつき関東記者会見石原さん。上場担当者の声の担当です。斉藤選手、上場担当者の斉藤と担当者以上をもちまして表彰を終わります。素晴らしい試合で試合が随所に展開されました。勝ち残られた皆さん、関東代表として来たるべき全日本学生選手権大会には一般成績が残せますよう、さらにさらに精進をしていただきます。この大会を開催するにあたって朝にも申しましたが、皆さんのご尽力、特に先輩や学生代表の皆さんのご尽力に感謝を申し上げたいと思います。そしていつもながら学生代表の振興のためにご尽力をいただきます東京都、それから毎日新聞社、日本武道館、東京都剣道連盟、関東連盟、県友連合会、その他の機関の皆様に厚く御礼を申し上げまして、挨拶といたします。なお最後になりましたが、心配をした先輩の皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様もますますの進歩を記念いたしまして、簡単ではありますが、お待ち合わせいたします。終わり。閉会宣言。大会実行委員長、慶応義塾大学、日吉美穂。以上をもちまして、本大会の全てを終了いたします。気をつけ。一同礼。会場の皆様もご起立、ご脱帽をお願いいたします。国旗に礼。元にお向きのありください。以上をもちまして閉会式を終了いたします。役員、選手、会場、役員、選手